まだ始まったんだ。ちょっと僕には通知来てないですね。まだ来てない。あ、来た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 。あ、通知来た。皆さんお久しぶりです。ポテトとピスタチオです。ポテトっていうの今日はポテトと配信行ってきます北海道産のポテト。ポテトっていうの昴生です。え、すごいね、人集まってる。すごいすごいすごい皆さんお元気ですか。最近はちょっと気温も下がってきまして、はい、冷えてまいりましたね。冷えてまいりましたそろそろ行く。いや、もうちょいじゃない。もうちょい待つ。いや、え、すごい。こんにちは。こんにちは。ピームリだ。ちんちゃハングー号がちんちゃまんねよえ、すごくない。濃いハングー号すごい。はーい、いいんじゃない。もういけん、いけんちゃう。始めましょう。はい、なんでライブ来たんですか今日は。え、今日はね、あ、そう、大事な話がちょっと後であるんですけど、最初ちょっと今日ラフに配信したいということで、はい、札幌コレクションとバズリズムのお話、うん、OK です。感想でもお話しようかなみたいな。ゆるゆるの回プラス後で発表がありますっていう話です。そうですね、うん。まず一旦バズリズム、バズリズムでいきますか。この間3日にバズリズムあったんですよ。はい、バズリズムライブ横浜アリーナ。そうだね、すごかったね。すごかった、人多かった。人多かった、めちゃくちゃ多かった。パンパンだったよね。人多すぎ。マジそれ。しかも僕ら含めて6組ぐらい、そうだね、出てたんですけど、うんうん、マジで他のアーティストさんも豪華で、その中のあのオープニングアクトとして出演させていただいたんですけど、ほんまになんかもう緊張しすぎて。緊張した。めちゃくちゃ緊張した。しかも僕今回 MC 任されてまして、うんうん、バリ足震えた。え、でも MC 結構良かったよね、正直。良かった。うん、俺から聞いてるとちょっと経験値を感じた。会場に行った皆さんがそう思ってくれた、くれてたら嬉しい。来てくださった方いるって。あ、いる。本当だ。大丈夫でした、 MC 僕ちょっと立たせられたんだけど足痛いんだけどっつって。立たなきゃいけないのでえ、どうだった俺。うん、あとあれです ね、 あのそのバズリズムライブでめちゃくちゃあの、あ、なんていうの、新しい発表っていうか多くて。ああ、そう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 。バンド、ね、てかまずあの13人で初めてステージ立てたっていうのと、あと2つ目はあれですね、バンドの曲ボイス、うん、ヨッシーのカバー曲。よかった、あれもめっちゃ感動したよね。いや、あれ裏から見てたけど。しかも僕らもダンスボーカルもあの2日前ぐらいのリハで初めて聴いて、うんうんうん、初めてパフォーマンス見て、え、みたいな。何それ、めちゃくちゃ良くないみたいな話。結構良かった。めちゃくちゃ良かった。俺は好き。そう、あと、よ、あ、3つ目の発表があれか、新曲のそうだね、スパイキーファッション。スパイキーファッションってね、最初ね聞いたら、え、何ってなっちゃうかもしれないけど。そうそうそう、スパイキーファッションって。スパイキーファッションは YOSHIKI さんが作ってくださったあのクレイジーラブに続く新曲でございます。みんな待ってたでしょ。ビデオシンゴ、あ、ついに新曲って意味です。すいません、すいません、はい失礼しました。そんな感じでいろいろなんかこう20分ぐらいライブしたんですけど、来てくださったファンの方々はもう発表続きでね、そうだね、びっくりしたと思うんですけど。しかもなんかさらって始まったよね。さらって始まった。次は新曲みたいな。あれずるいよね、えみたいな、うん、XY ずるいよね、うんうんうん、あざといよ。 そうだねそれで新曲はですね、もう皆さん楽しみにしていてもらえたらなと思うんですけど。そうですね、早く、結構楽しみにしてくれてるかな、ね、どうなんだろう。で、間があったからね。イエスイエスイエス。そう、で、まあバズリズムライブ無事終えまして、はいはいはい、次は次の日そのままもうあれですね。もうそう、もうめっちゃ準備したよね、早くね。めっちゃもう速攻で終わった瞬間みたいな。
速攻あの他のアーティストさん 見てから、はい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 、もう速攻北海道に移動しまして、めちゃくちゃでめちゃくちゃ着いたら寒くて寒かったよね。めちゃくちゃ寒かった。寒かった、風がね、めちゃくちゃ寒くてね。わかる。で北海道出身のポテトなんで。あ、そうですね、はいはい、そうですね、北海道出身ね。かむちゃん公認みたいになるからやめてください。公認になっちゃうから。公認ダメだもん、ダメだ。それで、はいはいはい、北海道行きまして、こうちゃんの地元に遊びに行きまして、で札幌コレクション次の日本番で、はいはいはい、どうでした、北海行きたいより。いや僕初めて行ったんですよ。あ、そうなの。これガチで、うん、へえ。で初めて行ったのがステージの上だったから、めちゃくちゃ感動しちゃったのかも。思ってたより広かったよ。そう、広かった広かった広かった、見栄え良かった。ちょっと舐めてたよ。舐めてた。ダメだよ、舐めてた。ごめんごめん。いや、あの前日の横浜アリーナがあまりに、あ、確かに確かにすごくて、ね、緊張しすぎて、はい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 。でもそこでやったのが、そう、何やったの、あのその日限りのダイヤモンズって曲。サプライズだよね、結構知ってくださってるんだよ。あれもずるいよね。あれもずるい。絶対新曲やるでしょみたいな。事前に教えてくれないからね。やっぱそこ鍛えていかないで、みんなも。いや、ほんとそうだよ。いつでも、ね、ダイヤモンド、いつでも準備してもらわないと。いつでも心構えしとかないと、はい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 、急に来るから。ダイヤモンド、皆さん、あの、オーディション見てくださった方は、見てくれたかな、オーディション。ね、見たかったであろう、あの曲をやりまして、僕らももう、結構前からその準備はしてたんですけど、ね、そう、でもやりたいやりたいっていうのはずっと思ってたからね。もうね、ついにだよ、ね、リハで舞い上がりすぎて曲聴いただけでも、曲聴いただけでもう大満足。いや、ほんとそうね。いつかもう早くやりたい言いながらやりまして、はい。ですね、あのその日限りと言いましたが、なんすかなんすか、ちゃんとやっていきますすいません。そうですね、ちゃんとやります。今後もね、今後もあのダイヤモンド見れる機会絶対ありますので、うん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 、もっともっとあのぜひ楽しみにしてほしいよね。完成度を高めて皆さんにお届けできればなと思ってます。そう思います、はい。もうあれは本当に大凶よ。いやー、やってる側もね、そう、ナイキーファッションもやばいし、テンション感の差もいいしね。ダイヤモンドもやばいし、ギャップがいい。そうそうそう、めちゃくちゃいい。あれもうライブでセットで見たらもうね、泣いちゃう。泣いちゃうわ。でもあのお客さん側で見たいもん。そんな株上げないで俺ら。いや、もうウィーアーって言われたらウィーアーって思いっきり叫ぶよ。おお、上がんないです。そう、でもほんまに楽しかった。楽しかったね、ライブ自体も。でも、ね、もうちょっとゆっくりしたかったかも。そう、マジで。でも本当にあのケータリングがめちゃくちゃ豪華で、いや本当にそう、そう、結構過去一、ね、過去一良かったケータリング。北海道をもうめちゃくちゃ堪能できるケータリングがあって、もうじゃがバターに味噌ラーメンにみたいな、芋餅みたいな、ね、そう、なんだっけ、あの唐揚げ、ザンギ、あ、ザンギとかもそうだし、もう僕からしたらもう本当にただの故郷の味。めちゃくちゃ安心した。でもめちゃくちゃ本番前に食べて気持ち悪くなったもんね。もう食いすぎ、大丈夫だった。 P の衣装めちゃくちゃお腹見えるから、大丈夫大丈夫、 P ちゃん太ったみたいな思われてるかもしれないし、あの大丈夫です、ケータリング食べ過ぎました、すいませんでした、はい、いいことですよ。でもいや、でもめちゃくちゃ楽しかった、ね、いつか自分たちでも北海鍛えるでやりたいね。やりたい、ワンマン ね、ワンマン北海道ちょっとめちゃくちゃ憧れるわ俺。こうちゃんもう泣いちゃうんだよ。泣いちゃうよ、ほんとに。本当だよ。皆さん、あのコメントもちょこちょこ見てるんで、ぜひいっぱい送ってください。ちょっと何か読もうよ。え、ブラジル、ブラジルだ。そんなことある。はーい、はーい、こうちゃん大好きだって。ありがとう、かわいい。福岡ね、福岡も行きたいね。福岡行きたいね。福岡大好き。福岡行きたいよね、わかる。あのね、通りもんも大好きやし、あの明太子、あ、結構福岡行ってて、めっちゃイメージあるかも。あのキャナルシティ福岡ってとこあるんですけど、もう大好き。あれこそ故郷ぐらい行ったもん。逆にね。めちゃくちゃ行った。でも俺下らへん行ったことだよ。あ、本当？大阪から下行ったことだよ。福岡行きたいね。ね、ちょっとまだ北海道しか行ったことないんですけど、その東京以外は。なんで皆さんとこに自分たちからこう会いに行けたら
関西、あ、関西も行きたいね。名古屋とかは本当ライアー確かに確かに地元だし、遊びに行きたい。鍛える家から徒歩1分、めちゃくちゃ近いやん。え、嘘、豊平区すごくない、ね、音漏れ聞こえたんだ家から。結構ダイヤモンド聞こえるんだよ。結構あ、そう、僕ネイル変えたんですよ。見て、すごい、かわいい。いつもかわいいよね。でも嘘、いつもかわいい、いつもかわいい。久々に変えました。大阪来てえな。神奈川、あ、神奈川来たい。神奈川行きたい。横浜ね。韓国語で、翻訳してくださってる方がいる。え、すごい、それの内容めちゃくちゃありがたい。オーストラリアも来てる。オーストラリア僕1歳ぐらいの時に行ってるらしくて、結構コアラ抱っこしたらしい。らしい、らしい。1歳だから覚えてないんだよ。あ、でも山梨俺ら何回も行ったよ。山梨はもう、ね、お世話になってます。お世話になりすぎ、本当に。めちゃくちゃ走ったし、めちゃくちゃ叫んだしめちゃくちゃ叫んで走ったね。いや、本当そうだよ。ネイルチップグッチで出してる、だってすごくない？確かに作ってみたい。それもそれですごいな。過去にあんのかな、それ。ネイルチップグッチ珍しくない？結構でも珍しくない？結構嬉しいと思うんだけど、どうなんだろう、ね、北海道のお土産何買ったの？あ、何買ったの？お土産は白い恋人とロイズの、僕はね、もうほぼチョコレートと何買ったっけ。あ、俺ロイズの生チョコ。生チョコもあんだ。そう、買えばよかった。生チョコ買った。あとは、あとは結構買ってたよね、うん、結構買った。でもね、忘れた。でもなんかまあいろいろファンミーティングまでに全部食い切って、全然無理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 。あれ、昴生太ったね。ちょっと大きくなっちゃったみたいな。ちょっと今しか見れない方もいると思うので、そうですね、ファンミーの告知を挟んでいこうかなと思います。はいはいはい、11月11日、もう今週、あと何日？今今日が6、あと5日、5日ぐらいです。来る人います？はい、いや、出るよね。行きます。出るよね、はい、そう、ファンミーティングがありまして、東京なんですけども、11月11日土曜日にガーデン新木場ファクトリーにて、はいはいはい、初のファーストファンミーティング、イニチューム。イニチューム、はい、ぜひ皆さん来てください。来てください。ちょっとね、ギリギリだよね。さっきも本当に配信5分前ぐらいまでもう 2,3 時間打ち合わせしてまして、そうそうそう、 MC とかね、やっぱ講師はああしようみたいな、もう、はいはいはい、止まんないですよ。13人もいるんで、ね、いろんな意見がすごい、いろんな意見すごい、いや、ほんとそう、13通りの意見あるの、ほんまに個性マジ、ほんまに強い。いやでも、でもそうだね、グッズも結構気になる方いるかもしれないです。いや、まだ間に合いますので、皆さんぜひぜひ有給をこの時に使ってめちゃくちゃギリ、5日前に有給って結構有給使うなら今ですお願いします。本当にお、行きますって方もいらっしゃる。いや、1回目はね、本当に貴重よ。貴重だね。子さんアピしよう、みんなでファン内でね、子さんアピしよう。そうだね、うん、YouTube 来てくれたよってだけでちょっと深みますよ。でもすごいよ。え、待ってみたいな。そう、え、来てくれた、 あの時私おったんよみたいなめちゃくちゃピリ、10年後くらい大自慢するもん逆にあ、ファンだったってことで、ね、そう、おったでみたいになって、はい、はい、それでですね、先ほど最初の方に話したんですけど、はい、はいはいはい、お知らせがありまして。何ですか？察してる方もいらっしゃると思うんですけど、今僕何着てます？何着てるの？ちょっと体しびれてきた。見えないぞ。体しびれてきたっていうことですよね。はい、そういうことですね。はいはいはい、11月11日にグッズが発売されるんですけど、うんうんうん、バズリズムライブも札幌コレクションも販売したんで、ぜひ購入してくださった方はいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、さらに、そして、いいよ、これ見せちゃおう。ここ読んでいいかな、これ。あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない。なんと私、T スタープロデュースの XY オフィシャルグッズが発売されます。素晴らしい。初解禁だよね、今日ね。初解禁、今日みんなにお伝えするの今日が初めてだよね。ファンクラブ用のブログなんか見てくださってる方は分かると思うんですけど、
もう皆さんに早く発表したいって言ってたんですけど、それがグッズです。グッズです。もうね、グッズ担当の方困ってましたよ。なんで？もう僕が生地をしたいみたいな、もうサイズ持ってこうみたいな、文字こうでみたいな、もう要望をとにかくこだわりまくって、こだわりまくって、あのなんていうの、そのデザイン提出日ギリギリまで、うんうんうん、もう5分前ぐらいまで電話で、はいはいはい、ちょっとやっぱ空いてません、結構だねみたいになって、こちらが用意されました。ちょっと立て、一回立ってみて。こちらの XY パーカー、ちょっと下黒にしちゃったから分かりにくいと思うんですけど、これが XL、 一応ちゃんと発表させていただきますと、 XY パーカーが8000円で XL と XXL が発売されます。おこれサイズにもこだわった。 XL と XL、 なんでそのサイズなんですか逆に。あの、ね、L とかじゃなくて XL みたいな、大きめに着た方が絶対に可愛いの、このデザイン。そう、絶対に。あのちゃんとしたやつは後で着用画像が SNS で見れると思うので、そちらを見ていただけたらと思うんですけど、うんうんうん、皆さんどうですか、パーカーデザイン、表がこんな感じで。どうでしょう、 XY XY、 これね、これどこにも何か意味ある。そう、ちょっと待ってね、後ろバックプリントいきますわ。おお、 XY 見えてる見えてる見えてる。僕が着てるの今 XL なんですけども、はいはいはい、あのね、こう着ても可愛いし、 XXL のマジでダボダボもめちゃくちゃ可愛い。可愛いね。俺も、ね、待って、俺も着たいんだけど、まあないもんね。え、着る？いや、いいわ。え、生着替えする？気まずここで。そう、このグッズバチ可愛い。デザインがですね、今映像なんで見えにくいかもしれないけど、 X はやっぱ初期からっていうか、そんな経ってないけど、まあ、まあまあそうだけど、あのアメーバのように活動していくっていう、はいはいはい、そのやっぱキーワードとしてアメーバ、うん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 、アメーバって結構使われるもんね。かっこいいやん。かっこいいし、なんか XY にしか表現できないもんだから、はいはいはい、やっぱそれはちゃんと取り入れたいなと思って、うん、でこちら XY アメーバを表現した。そうなの、アメーバ感ね。そう、アメーバ XY ってことでしょ。で、なんか XL しかないんかいみたいな、結構でかくないですかって思う方いると思うんですけど、うん、意外と XL だったら割とちょうどいいです。あ、そうなんや。ぴったりって感じ。確かに、でもそうだね、見た感じ結構ぴったり。うん、ぴったり系ちょうどいいよね。で、XXL はマジでちょうどお尻かぶるぐらいで170くらいなんですけども、うんうんうん、マジで可愛い。かわいい。こちらはあの11日から発売されますので。そうですね。あれですよね。サイトではまだだ。そう、サイトではまだなんですけど、会場ではもうすぐその場で買って、はいはいはい、すぐその場でライブで着れますので、よくあのステージ上からそれ着てる方見つけても、ほんまに感謝一人一人伝えに行きますんで。そうですね。じゃあ僕がこれを韓国語で言えばいいのかな。あ、そうだね。韓国の方も多分結構、ちょっと待って、久々に韓国使いすぎてやばい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 。いきます。일단이그지금피사가입고있는후드티가이게なんて言えばいいの、그저희가팬미팅을12일에하거든요。거기서파는후드티라고해야되나가이거고요。배송은아직그예정이잘なんていうの決まってないんですけど、정하지않았는데요。그래도언젠가는그런온라인에서도살수있게될것같습니다。맞나맞아요 오케이이런거네맞는것같습니다。 Yes Yes。 또한번ですね、こちらあの Next 割と数少ないですので、これ先言っときます。数量限定だから。これちょっと先言っときます。悪い。あの後で買おうっていう量じゃなかったんで聞いたら、マジであの。そうだね。だから11日に来れた方はもう結構あのすぐラッキーかもしれないですよね。はい。はいはいはい。でこれで終わりにしたいとこなんですけども。クロチョ。あと2個グッズ発表します。すげえ進みだ。
うまい、韓国語上手だって。じゃあ俺がもう P の言ってることそのまま韓国語略すわ。そうだ、それがいい。はいはい、あとですね、パーカーに続きまして、フルティーこちらイゴトートバッグベックそんなあれっぽく言わないかな。トートバッグベックベックベック、え、かわいすぎない？かわいい、デザイン見てください。かわいい、この飛び出る XY 立体感だよね。こちら立体感こだわりました。なんでこんな感じにしたの？これはこれはね、でしょ、これはなんで、こちらはですね、なんか XY ってやっぱわかんないし、偏見かもしれないですけど、やっぱ黒と白のイメージすごい、うん、結構あるあるんですよ。あるあるある。それをちょっと今回僕がそのグッズ作らせてもらえるってことで、うんうんうん、ちょっとその概念、おちょっと壊してみようかな。壊したやだちょっと壊してみようかなみたいな、はいはいはい、やっぱあの破壊大事ですから。そうだ、ね、僕らそうだ、ね、こちらのトートバッグはこういったデザインで、ちょっと今までの XY からこう外れてはみ出してみようかなみたいな。お、めちゃくちゃ可愛くないですか？可愛い可愛い、この立体感。しかも意外と大きいんですよ。なんてどうサイズ説明したらいいの？木が身長どんぐらい？ピスタ木が170ぐらい、170ちょんどですよね。なんかあれだね、真っ黒すぎてサイズ伝わんないね。え、これわかんない、イジョンド、こんぐらい。こうちゃんが持った方がいいのかな。すいません、イジョンドでよ、よろぶん、イジョンド。いや、若干ボロボロでしょ。めちゃくちゃ可愛くない？じゃあ、キルマラコシくんで、みんなどうでしたか？結構大きいね、だって。あ、確かに大きいかも。そう、結構大きいです。大容量だよね。だから、あの、こちらもファンミーティングで発売開始されるんですけど、なんでパーカー買って、まあとりあえず入れる、あとで着替え、持ち帰るよみたいな、あとで着替えようみたいな、そうだ、入れるで、まあ会場入るで、中で着替えてみたいな、こんな感じです。いいんじゃない？そう、相手のあのパーカーに対して逆を言って、いろんな XY のね、マーク見れるって。そう、ちょっとポップな感じにしてみようかなと思いまして。あと何あるんだろう、でも難しい、そうだ、何あるんだろう。トートバッグ、あ、ちなみにこれですね、あのえパソコン入るサイズです。結構大きいもんね、パソコン入るサイズ。めちゃめちゃ大きいよね。全然あの1泊2日とかだったら余裕ですね。これおいくらですか？だってこちらお値段、お値段なんとビッグトートバッグ2800円、安い安いよ、安い。あ、こちらも僕、僕戦いました。安い僕あのグッズ担当の人と戦いまして。そうですね、頑張ってくれたもんね。もうちょいいけない？そうだよね、もうちょい行こう言いながら、ね、ノートブックとね入ります。このサイズでこの値段で買えないです。あ、買えないですね、確かに。買えないです。大きいしね、大容量だしね、ちょうどいいしね。マジで会場でも使えるし普段も使えますね。こちらもあの後で着用画像が、着用画像持ってる画像、インスタで、うんうん、インスタで SNS で上がると思うんで、ね、通販番組のポントみたいで面白いなんと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 お値段っていう感じで。他にもあったりするグッズは。で、パーカーからトートバッグ来ましたね。はい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 、終わりかと思うじゃないですか。終わりでしょ、さすがに。今回ですね、うん、5枚入りのステッカーセットを販売させていただきます。無数ステッカーですか？で、今回のファンミーティングのイニティウムのキービジュアルも含めて、はいはいはい、5枚で1セットのステッカーセットを、こちらなんとお値段、なんとお値段5枚入ってまして、5枚、5枚も5枚も入ってまして、セットで1500円、安いありがとうございます安いで、安い、わかんない、安い、まあそれは人それぞれ、まあまあまあ、まあ、安い、まあ確かに
で、こちらもデザインもこだわりまくりまして、まずセカボイジュセヨ、あ、いい？いいよ、見せてください。え、すごいさ、テレビショッピングやめなった死んだテレビショッピングの前に行った、なんかめちゃめちゃテレビショッピングみたいな、テレビショッピングの前に今面白いコメントあったの、ないないない、結構コメントおもろいね、どうせお高いんでしょうの振り来た今うわ乗りたかったな。まあとりあえずステッカー1枚目こちらです。はい、今回のファンクラブファンミーティングの、ね、はい、キービジュアルステッカー、わー、オーマイゴー、これマジであのこうやって携帯のクリアケースとかにして、はいはいはい、裏に入るサイズなんで、おー、めっちゃちょうどいいじゃん、ここに入れて使ってみてほしいんですけど、そう、こんな感じです。で、NEXT NEXT 多分 NEXT デザインデン、いや、可愛くない、 XY、 こちらもこうね、黒、白ってところから概念ぶっ壊しまして、なんで赤にしたのね、なんで、僕でもこの色の組み合わせすごい好きで、こちらも頼んだんです。めちゃくちゃ可愛くないですか、可愛い、可愛い、やっぱ XY って黒、白のイメージもあるんだけど、あの赤と青のイメージもあるんですよ。あー、赤と青結構あるかも。そう、赤と青のイメージもあるんで、そう、今回あ、そっちの色も入れてこんな感じにしてました。黒くん、黒くん、これ全部あの全部携帯の裏に入るサイズなんで、ちょうどいいもんね、ぜひ入れてみてほしいです。いいんじゃない、ね、全然丸型に XY、 赤青の XY 最高、え、ですよね、嬉しい、こんな感じです。さて次、 XY 世界を目指すということで、はいはいはい、セゲルヒャンヘ、かわいすぎません、これ、これ僕結構好きですか、好きです。おー、こちらもですね、あのグッズの人と戦いました、戦いました、何、どこで何をどう戦った、 どうにか切り抜けないか、あ、X の横ねこちらも戦いましたありがとうございます。え、めちゃくちゃかわいくない、センス良きだって、うわ、嬉しい。そう、やっぱ XY こう世界に向けて発信していくということで、クロッチョ、まあ、こっちのパーカーのね、アメーバとかそういった意味も込めて、はい、こちらは世界宇宙行くぞステッカー、宇宙行くぞですほんでこちらでん、お、え、めっちゃピースタっぽい、こちらはですね、めっちゃピーちゃん感あるよね。他のステッカーは割とこう XY っぽく作ろうかなと思ったんですけど、今回その自分がメンバープロデュースの第一弾目として、はい、ちょっと1個だけ遊ばせてくださいって言って、あ、遊んだんだ、これ1個だけ遊ばせてくださいって言って、こちらの星ステッカー作りました火星でデビューしよう、やばい、やばそう可愛くない、可愛い、めちゃくちゃ可愛い、めちゃめちゃピースターでしょ。こちらはちょっとすいません、あの僕の推しじゃない方ごめんなさい、1個だけ遊ばせていただきました、すいません。それでは次行きます、やだ、こう、すいません、いいよいいよ、今4個はあの発表しまして、ラストラスト、じゃん、こちら、これもまた今までの XY とは違う感じ、違うね、なんでめちゃくちゃ可愛くないですか、うん、可愛い、なんで、なんでこの色にしたって、うん、センス、気持ちいい、なんかでも赤と青を混ぜたら紫みたいな、そんな感じ、ピーちゃんの爪の色もね、そんな感じ、あ、そう、で、見てください、ほらほらほら、結構似てない、え、めちゃくちゃ似てない、こちらあの、ネイリストさんと戦いました戦いすぎ、さっきからいろんなところで戦いすぎ、どうにか同じ色で、そうだねえ、めちゃくちゃ可愛くない、可愛い可愛い、こちらの爪一緒にしたんです、そう、で、こちら計5枚セットで、で、1500円です、1500円ですそう、ちょっとまとめてお見せいたしますと、こんな感じです、ちょっとなんか持ち方が難しい、あ、あ、あ、取れちゃった、あ、どこかで購入できますか、こちらはですね、ちょっと最初はその11月11日のファンミーティングで、そうだね、発売、初めてだよね、現地で、はいはいはい、買えるということなんですけど、そのうち
オンラインでもね、もしかしたらオンラインで販売されるかもしれないんで、あ、それ言った方がいいかもしれない。ね、빨리사고싶은분들빨리사고싶은こんなこと言っていいかわかんないですけど、早く買いたい方はあの11日あの CB ん？え？11월 11일에팬미팅거기서이스테커랑후드티랑백을다파니까요거기서다살수있고요일단온라인에서는아직그렇게막파는건지아직정확한예정이모르니까일단은네11일에살수있습니다오기니리오시에토고시라때뭐고래고래와ですね아노고다와리뉘이ただけにあのお気に入りのものしか出してないんで、あの他にもあったんですよ、めちゃくちゃアイディアと案が、はいはいはい、あったんですけど。何やったのちなみに。いっぱいありくそあったよ。言えないけど。あ、言えないんだ。言いたくないし。あ、そうだ。まあまあ確かに確かに言えないけど、今後も、ね、出されるかもしれないけど、はいはいはい、そっからマジで厳選してそれをさらにこだわってこちらにしたんで。そういいじゃん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 、まあ、ぜひ手に入れてください。いやいや、こんな感じで、はい、最初の方からいくと、まず1個目がこちら、フズチね、 XY パーカー、 Yes、 こちらがサイズ XL と XXL で8000円です。 Yes、 80,000円。今着てるのは XL なんで、 XXL は多分会場とかにいたら実際見れると思うんですけど、ねねね、ぜひご購入ください。で、お、聞いちゃった。2点目がこちら、ピックトートバッグ2800円、2800円です。とこちらですね。はい。で3個目の発表がこちらの5枚入りステッカーセット1500円、1500円です。あれ今トートバッグの値段言ったっけ？はい、言った。俺の、待って、え？こちら。どうちゃった？5枚セット1,2,3,5枚ね、はい、こちらですね。こちらで発表は以上になるんですけども、であとですね、ランダムサイン入りパス風ステッカーっていうのも、ほう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 、なんだっけ、そのファンミーティングのイニティウム仕様のステッカーも出されるということで、ちょっと言えるかな。 あ、そっかそっかそっか、そうだよね、これはイニティウムだけにしか売ってないってこと。そう、これですね。あ、これもおそらく今回しか購入できないのかな。なんで、あ、会場限定、こちら会場限定、これ言った方がいいですね。会場限定なんで、あか보여줬던イニティウムステッカーが있거든요。이건팬미팅현장에서만살수있는그런상품입니다。はい、そんな感じでグッズ発表させていただいたんですけど、他にもあの今回今紹介したのが3つ、ねえ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 、僕がプロデュースしてるやつが3つと、あと会場限定のステッカーだったり、はいはいはい、他のも11日はあの一気に見れて一気に買えるので、ぜひ皆さん全部買ってトートバッグに入れてお持ち帰りください。はい、はい、以上です。綺麗に終わりました。はい、他にもおしゃれグッズあるので、ファンクラブサイト、あ、はいはいはい、EC サイトでぜひ見てください、うん、あと SNS でもいろんなグッズ発表してるので見てくださったら嬉しいです。嬉しいです。ほんじゃ告知お願いします。え、何、あ、インチームのね、イエス、オッケーです。日本語でいいのね、うん、オッケー。一旦日本語しますね。11月11日土曜日、ガーデン新規ファクトリーにて、僕たち初めてのファンミーティング、イニチウム、が開催されるので、もしよかったらぜひ来てください。今すごかったね。ちょっと半分になっちゃった。あの、混ざった。すごくない？ごめん。日本語でいいんだよ。あ、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 ちょっと間違っちゃった。絶対買う。ありがとうございます。あ、嬉しい、嬉しい。そう、あの何度も言うんですけど、こちら本当にあの数限られてますので、なんでぜひぜひご購入ください。ね、ちょコメントちょっと読もうかな。あ、コメントって読みましょう、ね、皆さん質問とグッズの質問とかあったらぜひ今のうちに、そうです、お聞きください。ハングゴテクルと違った言ってすみだ、ハングゴとたくさんやってください、うん、あとパーカーはね、あの裏起毛じゃなくて、なんていうんだっけ、この普通の涼しい方、うんうんうん、にしたんですけど、ね、そう、これはあれですね、こだわりなんですけど、
裏キモラちょっとリハの時に着れない。あおーおーおー、リハーサルの時頭いい頭いい。あとライブやっぱ熱くなっちゃうじゃん。裏キモでライブ見たらちょっと熱苦しすぎて、それが嫌で、あのちゃんと涼しい方の素材にさせてもらいました。はい。パーカーとカバンはブラックのみですか？そうです、ブラックのみだね。ブラックのみです。コムンセだけだね。ですね。はい、はい、小さいサイズ欲しい。小さいサイズ多分 XL だったら割と意外とちょうどよかったよね。うん、XL 意外とちょうどいいかも。ちょうどよくて、ちょっと大きく着たかったら XXL みたいな、そうですね、感じなんで、ぜひあの会場でこう実際に合わせられるのか分かん、合わせられると思うんで、もしかしたら。なんであのサンプル置いてあったらぜひあのこう合わせてみて。そうね、サイズ大きい方もいますよね。ハングヨソピンミーティングでしょうよ。あ、韓国でファンミーティングしてくださいって。行きたい。ハゴシプチョ。ハゴシプチョ。ハゴシポヨ。ハゴシポヨ。ハングヨソピンミーティングハゴシポヨ。ハングヨソピンミーティングハゴシポヨ。ハゴシポヨだ。セムリだ。イエス。いや。マジで。マタムリだ。네, 한국에서도팬미팅할수있게저희가열심히활동을하면되는거죠. 그래서는, 그래서뭐좀더 열심히하겠습니다. 멤버のみんなも聞いて、これあのメンバーのみんなにその制作段階中はこう発表してな言ってなかったんですけど、まあ知らなかった知らなかったでも。そう。で、あの出来上がってからメンバーに見せたんですけど、めちゃくちゃ気に入ってくれて。でも初めて見ためちゃめちゃ可愛かったの。そう、早くリハーサルとかで着たいって言って、うんうんうん、しデザイン的にもやっぱ普段使えるデザインにしたので割と着やすいかなと思うんで、メンバーと皆さん一緒に着ましょう。おそろだね。おそろしましょう。メンバーとおそろ。こんな感じでお金してもらいますか。大丈夫ですか。デザイン好きです、ありがとうございます。ありがとう。パーカー何枚いられますか。分かんないね。生々しい。でもちょっとめちゃくちゃいいわけじゃないからね。めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃないよ。ちょっと。うん。だから今のうちってことだね。今のうちにぜひ、ね。はいはいはい。トムマニポルはハングス。パーカーのサイズはぜひあの当日ね、当日行ったら実際に見てください。Yes。メンバーが着てるの見た。あ、そうですね。後で SNS の方で着用画像が何枚か上がると思うので、うん、出ると思うので、そちらの方でこうなんかなんとなく。そうだね、分かるよね、サイズ感も多分ね、把握してみてもらえれば、はい、と思います。韓国語めっちゃうまい。あ、ありがとう。いやいや、違う違う、え、どっちかっていうと俺分かんないけど、いやいや、多分どっちも言ってるやん、名前出してない。そうそうそう、ごめんごめん。それで今回はまあそんな感じで P がプロデュースしたんですけど、はい、こうちゃんグッズ出すとしたら何出すの。僕のグッズ何出せばいいの。何がいいかな。でもだって分かんないよ、こうちゃん次出すかもしれない。そうだよね、うん、何がいいかな。なんかじゃがいもの皮むきとか。じゃがいもはあの韓国の近づしないかも分かんないけど。あ、キャップ、キャップ、あ、いいやん、モジャいいんちゃう。あ、キャップめっちゃよくない。うん、 XY モジャね。え、めっちゃよくない。サゴシプチョー、よろぶん、モジャ出たらめっちゃいいやん。キャップっぽい。あ、フォトカードありますか。あります。あ、これフォトカードあります。これ、あ、10月分マンスリープリクラフフォトカードランダム4枚入りワンセット。これもね、かわいいよね。かわいいかわいい。え、これあれだよね、しかも今すぎないよね。今すぎないよね。そう、何それ、なんていうの、時代が。あ、わかるわかるわかる。これかわいいよね。だって黒髪だもん俺。しかもこれも確か携帯の後ろに入るサイズなんで、はいはいはい、そう、おー、ちょっと若い子入りにくいかもしれない。後であの SNS で見てもらえた方が分かりやすいと思って。ねえねえねえ、そう、これね、これも携帯の後ろに入るし、 P がプロデュースの5枚入りステッカーも携帯の後ろに入るし、うんうん、あとパソコンとかに貼っても可愛いかもしれないです。可愛いそう、可愛いっぽそうっていうの。可愛い。バンダナすごいね。バンダナすごくない、うん、バンダナとかガイとかいいんじゃない。ああ、衣装でね。衣装でよくバンダナ着てるよね。いいと思う、いいと思う。あとはなんかないかな。カレンダーだって。 XY カレンダーすごくない。カレンダーすごくない、すごい。頭いいね。見てみた、見てみたよね。もうちょい頑張って買ったけどね。缶バッジ買いました、ありがとうございます。嬉しい。カレンダー、カレンダー欲しい。カレンダー
おーおーおお、みんなカレンダー。でも13人いるから。13月やっちゃう。そうじゃん。13月ない。一人いっちゃうの13月になっちゃう。ないね。うん、はい、そんなこんなでちょっとあの仲が良すぎてダラ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 。永遠にできちゃうからね。喋っちゃったんですけど。あのそろそろ締めろって書いてあるんで、そうですね、締めましょう。締めさせていただきます。はい、はい、じゃあまずは11月11日のファンミーティングでね、はい、会えるの で会えるし、ミーティング演奏真ん中に行こうよ、うん、会えるし、グッズも新しいグッズもセロングッズと発売されるので、パリメー手にかよ、ぜひこ買ってさください、許せよ。うまい、おいいんじゃない、いいんじゃない、ちょっとあの詳しいことはまたサイトとかでチェックしてもらえたらと思います。止まんないよ、よろぶん。まだあのファンミーティングのチケットは間に合うみたいなんで、ぜひまだの方はご検討くださいませ。ハニーフィケソートはジュセヨン以上イサン。そのスタイルさやばいよね。いや大丈夫。そろそろ締めようかな。はい、まあこれはちょっと後で見ていただいて、行ったか場所せよ、はい、これいいね、この回ちょっと1週間に1回ぐらいで、ね、1週間に1回はまあでもちょっとまた登場するかもしれないんで、その時会いましょう。はい、はい、きれいじゅせよよろぶん、以上 T スタートイサン構成よすみだのショッピング、テレビショッピングでした。 TV ショッピングよすみだ、バイバーイ、アンニョーン、北海道カムジャよすみだ、みんな体調崩さんようにね、조심해. 안녕. 잘 가!